はいどうも、エテポンゲーです。よろしくお願いします。スナックワールドトレジャラーズ、実況プレイやっていきます。続きからですね、キングオイスターシティに、到着したところまでね、前回進めましたので、早速ね、画面に出てる目的の、キングオイスターシティのホテルに行こう。行きましょう。街、これあれかな、出ないんだね。なんかコンビニのあれとかさ、あぶれ、引かれる、出ないらしい。ちょっと話しながら行きます。このままだと遅刻だ。バスか電車か、どっちの方が早く着くんだ、知らねえよ。工場で働いてるんだけど、毎日長時間労働でクタクタさ。栄養ドリンクでも買って頑張るか。なんだろうね、ここは。工場チックなのかな。へいらっしゃい。立ちっぱなしで、くたびれちまったよ。ギョギョ。工場からの煙で咳が止まらないんだ。なんか、不衛生そう、不衛生そうだよね。だから、何？ビネガーがさ、仕切ってるから、独裁的な街なんだろうね。ビネガーエンタープライズで、主人が部長になりましたの。おかげでリッチでゴージャスな生活をさせてもらっているわ。ああ。帰れんのこれ。帰れない。あ、チャップ。なんかすげえ。は？蹴り飛ばすぞ、豚！失礼。子供たちのいない二人きりのデートなんて久しぶりだね。四つ腰デパートで、君に何かプレゼントした。四つ腰だって。プレゼントしたいだなんて、まあ、あなただったら。あなたの最初のプレゼントもあのデパートのお洋服でしたね。楽してんじゃん。楽してんじゃねえよ。あのね、子供たちにはね、わからないかもしれないけどね、まあ、三越デパートの、その、ね、もじった四つ腰デパートということでね。実にね、面白い、実に面白いね、会話でしたね。電車が来るのが楽しみなんだ。走る電車は同じでも乗っている人は変わるからね。変なやつしかいねえな、この街。変なやつだな。よく働いた。帰りのバスで寝ちゃいそうだな。バスとか電車とかでさ、なんか寝る、まあ疲れてたらまあ寝ちゃうんだろうけどさ、なんか怖くない？寝るのって。周りにさ、知らない人がもういてはもうね、なんか財布とか取られるんじゃないかとか思ってね、もう絶対眠れないわ。大陸横断鉄道に乗ってみたいな。お、真ん中の建物入れないね。けどね、さすがにね、ちょっとお酒飲んだり飲み会の後とかにね、電車乗って帰るときはね、さすがにね、寝てしまう。どこに行くのかな。おばあちゃんが住んでいるフレンチトースターに行くのかな。あのね、おばあちゃんからね、お手紙が届いたの。おばあちゃんのところに早く遊びに行きたいな。いやー、なんか子供にはなんか良くない街だね。あの子ったらすぐどこかにいて困るわ。また大好きな電車でも見てるのかしら。なんとかトラちゃん、なんだったっけ。ビントラちゃんだったっけ。ビン疲れたらこの先のホテルに休むといい。まあそこはモンスターもいて落ち着かないかもしれないがな。なんでそんなとこに泊まらないかんのだ。
なんでモンスターがいるところに泊まらんといかんのだ。バニラっていう子がいてね、ちょっと愛想がないんだが、その制服姿がたまらんのだ。行こう、バニラちゃんね。あ、もう着いちゃった、ショップだ。なんだよ、なんで来てねん。やんのか。うわ、ぐんぐんスターとか売ってんじゃん。ぐんぐんスタースモール売ってる。マナの雫、マナの雫なんかいて持ってねえぞ。めちゃくちゃかっこいいんだけど、めちゃくちゃかっこいいんだけど。え、ちょっとマナの雫は持ってませんね。なんだお前。うわ、もうついてくるこいつ、どうしよう、ついてくるわ、どうする、これ、蹴り飛ばす、なすりつけよう、ついてくるんだけど。もう最後すっからかんすよ、買うものはちゃんと選ばんとの。親便の旅行一緒に連れて、来てもらったよ。このまじゃ太陽がないからサングラスいらなかったね。でもいつもつけてるから外すと落ち着かないのです、なんだこいつら。遠い国から旅行できましてね、いや買い物が楽しくって、荷物が増えたんで街の移動用に車を買ったんですよ。なんだこいつ、ただの金持ちか。我が社の社長、超大事な人、偉い人、親便に何かご用なら護衛の私たち、通してね。子供じゃないの、この周りのやつ。もうな、猫がついてくるんだけど、危ねえ、引かれる、事故だ。うわー、あ、引け、巻こう、もう巻こう。なんか連れていって、なんか猫を連れていくと、なんかあれなんじゃない、なんか探してる人いるんじゃない、この猫。あら、なんとかちゃん連れてきてくれたの、ありがとうとか言うて。あの、さっきのさ、 おばちゃんとかっぽくない、絶対そうでしょ、この人、これちげえわ、猫は電車に興味ねえわ。いや、もうほっとこ、行きます、ホテルハバネロ。バニラちゃん、いらっしゃいね。お客さん予約してるか。ビンタロちゃんで予約してます。ビンタロちゃんだ、そんな変な名前の予約客いないね。あ、もしかしてヴィンセントさんね。待ってたね、ちゃんと部屋用意してるよ。お客さん、この町初めてね。わからないことあったらそこのバニラちゃんに聞くといい、聞くいいよ。またさ、この店主が片言のさ、ちょっとまあ中国人とか、まあ、そっち系の雰囲気を醸し出し、この怪しい雰囲気でバニーの服を着たバニラちゃん。あ、もうこれはね、説明できない、絵手にはね、もう多くの子供たちがね、このゲームをやってるわけで、まあそんなことをね、絵手はね、説明できない、大人としてね、まあなんか昔やったゲームでこんなんあったなって思い出してね、その時初めて気づいてほしい、高校3年の春ぐらいに。とりあえず3サイズ聞くしかないよね、上から。はい、言わない、すいません。オッケーオッケー、欲しい情報が簡単に手に入るほど都会は甘くないよ。よろしく、ね、情報を手に入れたいなら街で人助けでもすることね。は、人の依頼を受けよう、なんか依頼あるか。はい、
最近付き合ってくれって言ってくるのが多くて、まとめて相手するつもり、あなたちょっと手を貸していいでしょう。12時にサラミ公園集合、いいよ。じゃあ12時サラミ公園ね。とりあえず武器があればいいからはあ、はい、わかりました。付き合ってよバニラさん。カレーこんなにビリヤードが上手なんて知らなかったわ。結婚してもう10年も経つけど、まだ知らない部分もあるのね。たまに愛するつまりいいところ見せなくっちゃな。これでも昔はビリヤード仲間からスナイパーって呼ばれたもんさ。かっけえな。え、でもよ、ビリヤードやるときスナイパーって呼ばれてたって言おう。わっわっ、何？お肉は別腹よ。何こいつら。みんなで一緒に旅行なんて仲がいいなんて、そうだな、なんだかんだで腐れ縁ってやつだな。と、友達同士でお泊まり、テンション上がるモーゴ。これも？なんで君は喋れないんだ。遊びに来たクマ、広くてキラキラした街クマ。ほんとモンスターだらけだね。ほんとにほんとにモンスターがいっぱい止まってるんだね。誰もいない、怪しい、はい、あそこがエテたちが泊まる部屋ってことか。あらかわいい。ママはお出かけするときはいつもお化粧してるの。いいな、私もお化粧してみたい。今私お化粧中ですの。ご用でしたら後にしてくださいまし。その女子ってさ、いつ頃から化粧しだすんかな。そのどのタイミングなんかな。なんか高校入ると急に化粧しだすやつとかいるけど、中学の時って中学の時ってみんな化粧してたんかな。あんまりね、意識してなかった。ん？矢印が出てるのと、とりあえずクエスト、バニラちゃんのクエスト受けたのと、まあ、矢印のとこ行ってみるのが基地、基地でしょそれが。あ、デパート入れた。何が欲しいんだい、パパが買ってあげよう。苦いに行きましょう。私ベファニーが欲しいの。いらっしゃいませ。はい、ここにもしかして一発くじあるのかと思ったけど、ないわ。ただのほんと道具屋さんだね。うん、シンプルな道具屋さん。あ、マヨネ、いわゆる一つぐらいいいと思うぜ。服屋さん、機械仕掛けのデザインと装備の頑丈さが素晴らしいな。これなんだろう、ここ、あのブランド、何ブランド。ここいらっしゃいませ。デトン、ビトンみたいじゃんビトンみたいじゃんこれ、デトン。へえ、香り瓶、バイキンとか。うわぁ、これ今のさ装備との比較とかが出ないんかな。まあ結局さ、作る方がなんだろう、安上がりになるっていうか、いいと思うんだけど。大事なもの、まあこれだけ買っとくか。欲しいな、高いかな、18,000。まあ、買えない額じゃないよな。まあせっかくだし買いたいな。
なかなかね、素材集めるの大変だもんね。買っちゃえ。あれ、装備できてない。すごく上がる、すごく上がるわ。見た目のアクセサリーってどこに表示されるの？これちゃんと表示されてんのかな。ペンダントとかは別に表示はされてないっぽいよな。こっちはいいか。すごく能力上がった。買ってよかった。何これ、カンカナリネ。めっちゃめっちゃ良さそうな武器が並んでる。何大、何、ちょっともう一回やって、もう一回やって、もう一回やって。いらっしゃいませ。王国御用達ブランド、タシブランド、クアンアリーネ。また高級そうだね。うわー、クランクリアナルアックス。ピオリ状態を回復、守りを上昇。こっちの方がよくね、こっちの方がよくね。ジャラパーの減少量、魔法ポ、うわ、欲しい欲しい。服はまあまあいいや、一回買ったし。これ欲しいな。買いましょう。はい、ここに入れよう。よし、職人たちの技術を集めただけのことはあるな。やはり製品のレベルが高いし、デザインも惚れ惚れする美しさだ。あ、買ったぜ、それ。悪いな、買ったぜ。エテは金持ってるから。はい、ま、君はまあね、うん、まあ金持ってなさそうだし、うん、指でも加えてね、眺めてるといいよ、その斧を。ま、エテが振り回してるところはね、見せてあげるから。うん、貸してはあげないけどね。そこのあなた、そうざます。そこのあなた、ざます。私セレブな、ザマスキャラで、ザマスが実は困ってるで、ザマス。実はザマスを卒業したザマスが、これがうまくいかないのでザマス。原因はザマスの呪いザマス。それはもう恐ろしい呪いザマス。なんと一生ザマス言葉しか話せなくなってしまうザマス。困ったザマス。お願いザマス、呪いを解くためリッチを倒してほしいザマス。私の呪いはリッチがかけたものらしいのザマス。なんでリッチの呪いをかけザマス。なんなのザマス。タラバンガニアンで、バカンス中らしざます。あなた、お願いざます。依頼を受けてざます。いいでしょ。とりあえずこれ何個かクエスト受けろ的な流れなのかな。上の階行ける？いらっしゃいませ。お、2階、お願いします。全部見たい。何ここ、何、携帯ショップみたいな感じかな。いらっしゃいませ。電子技術の最先端、フェアリーエレクトロニクス。買う。あ、普通に武器とか売ってんだね。かっけえな、またかっけえわ。うわ、いいなー。けどってデトンで買っちゃったからな。お値段が高いのよね。クロリスでも見に行こうかしら。クロリスはお手頃なんか。クロリス、クリスタルソードじゃんこれ。魔法使いが作ってるらしい。いらっしゃいませ。エンチャント、ブリタニアエンチャント、かっこいいな。キャット
袋。これはけどそんな高くない。はい。お、かわいい。ペファニーか、いつかつけてみたいな。ここがペファニーか。いらっしゃいませ。あ、サリアシリーズってペファニーなんだね。赤化状態を回復。ダセ、クソダセ。次の回行こう。どうしても時間がかかるな。いらっしゃいませ。3回。3回までかな。あ、ここは、あ、ここはあれじゃん、蹄鉄マークの、パカラハラパ、パカラチタンシリーズね。これ持ってるよねって、今装備してるやつ。うん、あんまちょっとパッとしないねけど。さっき言ってたやつはどこなんだろう。クロリスはどこだ。若者に大人気のブランドはこの階にある。まあリーズナブルな。あ、猫のやつ。お手頃だね。いりません。ここが、あー、クロリスだ。質がいいのに安いからちょうどいいんだよね。ユニクロ的な感じなのかな。いらっしゃいませ。ウッドアックスとかか、まあ微妙だね。あ、罠のサーチのやつはある、使ってるねって今ね。あ、ちょっとね、やっぱエテはやっぱ高級な、エテは高級な装備しか使いませんので、すいません。3階にはもう来ることないな。もうエテい、え、ちょっと1階まで。エテはもうここの2つの店しか使わないんでね。あとはもう興味ないんで。安物には興味ないんでね。で、高いイコール強いと思ってるから。高級イコール最強だと思ってるんで。あ、これもだ。何？キャベターがどっか行っちゃったの？キャベターニックネームだ。ベジタブルってモンスターがなんか犬&キャベツみたいな感じ。は？食べたを探してきて。いいでしょう。じゃあサクサクっとこの受けた3つのクエストをやっちゃうか。はい。じゃあクエストでストーリーランク6のね、順番にこっからやっていく。バタフライアーチ、少女のペットを探す、キャベタね、行こう。ちょっとね、メンバー変えたから。メンバーもうごついごついやつ、でかいイコール強いだから、高級イコール最強、でかいイコール強い、間違いない。さあぶっころでいきましょうね。このオガちゃんの、ちょっと敵、はい、さあ今回もね、あの、なんか適当にお話ししていこうかね、お話をしよう、うん、じゃあ今日のテーマはね、やっぱ今話題のさ、バリュー問題についてお話ししていこうか。バリュー問題、
あの金髪光くんのお話ししよう。うん、やっぱね、あのトレンドっていうの、トレンドとか最新情報取り入れていこう。もう最近さ、本当になんか Google でね、あの検索ってするとさ、 iPhone だとさ、そのニュース一覧みたいなのがさ、その下にずらっと出てくるわけよ。ニュース一覧みたいなのがだまず出てくるのが光のニュースね。毎回出てくる。新しい斧使います。あーっつって新しい斧使います。宝箱、はい。なんかとりあえずなんかさ、あれだよね、活動休止になったみたいだね。はい、ネッシー。この斧のさ、攻撃スキル弱くね？何これ、めっちゃ弾のめっちゃ遅いんだけど。そう、あのバリュー事件でなんかその詐欺というかね、うん、詐欺まがいなことを、うん、インサイダー取引っていうの、うん、あんまりよく分かってないけど。だから光くんはさ、もともともう昔からいてはさ、知っててさ、その登録者がさ、ほんと数万人、1万人とか5000人とかの時から知ってて、なんで知ってるかっていうと、あのドラクエモンスターズのさ、イルルカの実況の時にちょうど光くんもあのイルルカの実況やっててさ、うん、でまあやっぱまあ見る、うわでっけえでっけえよ。まあ見るよね、そうなったらおのずと。まあね、だからその時はね、登録者もね、そんなにね、あのまあ得ても言うてさ、まあ今1万5000人ぐらいなんだけど、まあその時まあ5000人ぐらいとかで、まあドラクエね、ちょっと5000人ぐらいまで増えたりしたりして。だからね、結構ね、当時から知ってんのよね、うん、昔から昔の光くんを知っています。知っていますね。ライバルだと思ってたよ、ライバルだと思ってたけど、もう気づいたらね、登録者260万人かなんだか知らないけど、もうね、どこぞのエテポン劇はね、もういつまで経ってもね、もう登録者は増えません。なんでなんでしょうかね、何がいけなかったんでしょうかね。オフ会当日ですけども、そう、気づいたらね、もう遠い存在になっていました。ほんとね、あの負けたくないなとか思いながらね、ずっとドラクエアップしながらやってたんだけどね。あの昔からね、動画投稿のスピードがね、半端じゃなかったの、金髪ひかるくんって。クリアクリア、もう1日もう10本ぐらい余裕でアップして、でエテってさ、結構さ、そのスロースターターだからさ、まあ上げるときは1日2本とかも上げてたりしてたけど、うん、ちょいちょい穴開けるから1週間ぐらい本当動画上げなくなったり、もうザラにあったし、なんだったら半年ぐらい動画上げなかった時期もあったよね。そういう時期もありつつね。あー、斧のやつ欲しい。負けたくないてなわけでね、てなわけで、でそんな光くんがね、今大炎上中ということでね、うん、ほんと当時ね、だから同じ、おお、ビーエシャフローの残ってた。だから当時お互い同じゲームを実況してた身として、
あの意識、まあエテは意識してたし、もしかしたらワンチャンヒカルくんもエテのことその当時はね多少なり意識はしてくれてたんじゃないかなとは思う。うん、多分憶測だけどね憶測に過ぎないけれども、やっぱカリスマ、カリスマだよね。おかえり冒険者さん、ありがとう。キャベタケガはなかった。大丈夫ブル、冒険者さんのおかげでピンピンしてるブル。冒険者さんに感謝だね。でもなんで野菜が欲しかったの？それはご主人に新鮮な野菜料理を味わって欲しかったからブドゥール。美味しい料理、野菜料理を食べて身も心も健康になるブルよ。ありがとうキャベタ、今夜の夕飯が楽しみねキャベタクソブスじゃん。おてんば少女、もっとかわいいかわいいペットいるだろう。緑色てママならないブルレ。言ったことは嘘ではないブル、でも全部でもないブル。どういうこと？ちょっと理解できないんですが、キングオイスターはずっと夜だブル。ご主人は知らないブルよ。降り注ぐ太陽の光というものを、ああ閉じ込められた閉鎖空間だからってこと？太陽の恵みを感じてほしい。あ、いいやつだねめっちゃ。いや、お前が一緒にそばにいるだけでまっすぐなやつに育つと思うよそれは。あ、いいこと言った、いいこと言った。日に当たるという本来はごく自然なことを知らない。それも大人の都合でブル、俺は悔しかったブルよ。冒険者さんありがとうブル、俺の気持ちも少し晴れたブル。もう一人で無茶足レブル、冒険者も体に気をつけるブルよ。